こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。日本は4月29日からゴールデンウィークです。ゴールデンウィークというのは少し長い休みのことです。5月の少し長い休みのことをゴールデンウィークと言います。もともとは3月3日から 5日がゴールデンウィークだったはずなんですが、最近では4月29日からゴールデンウィークというようになりました。4月29日はもともと昭和天皇の誕生日で緑の日という祝日でした。昭和天皇は自然が好きだったため、自然を愛したり感謝しようということで、 緑の日になったそうです。今は4月29日は昭和の日という名前の祝日です。5月3日は憲法記念日です。憲法は日本の法律です。日本のルールですね。昭和22年5月3日から日本の法律が始まったそうです。 5月4日は緑の日です。もともと4月29日が緑の日でしたが、今は5月4日が緑の日になりました。緑の日になる前は国民の休日で休みでした。5月5日は子供の日です。昔の5月4日の国民の休日は、3日と 5日が祝日で休みなので休みを長くしようと思って作られた祝日だそうです。5月3日から5月5日までは祝日で3日間休みです。でも4月30日から5月2日までは祝日ではありません。普通の平日です。 でも30日、5月1日、2日、学校や仕事に行けば、また連休があります。今年は4月29日が月曜日で、火曜日、水曜日、木曜日は仕事や学校があります。でも会社によっては、この3日間を休みにして、大型連休にしているそうです。 会社が休みじゃなくても3日間有給休暇をとって大型連休にする人もいるそうです。大型連休というのはとても長い休みのことです。今年は4月29日が月曜日なので2日前の土曜日から休みの人が多いです。そして5月5日は 日曜日です。日本は日曜日が祝日の場合はその次の日が振り返休日で休みになります。残念ながら土曜日が祝日の場合には振り返休日はありません。ですから今年は4月27日の土曜日から5月6日の月曜日まで 最大で10日間休めます。以前は3月3日からゴールデンウィークと呼ばれていたはずなのに、いつからか4月29日周辺の休み。例えば今年なら4月27日は土曜日なので27日の土曜日から休みだし、28日が土曜日だったら4月28日の土曜日、29日の日曜日。 そして29日の日曜日が祝日だから30日も休み。4月29日の周辺、ここからゴールデンウィークになって、3月3日からの休みをゴールデンウィーク後半と呼ぶようになりました。ゴールデンウィークは特別にすることはないので、人によって過ごし方が違います。 大型連休の人は海外旅行に行く人もいるし、国内旅行をする人もいます。ただ、ゴールデンウィークは日本のホテルや飛行機代はとっても高いです。だから、どこにも行かないで、家でゆっくりする人もいます。近くのショッピングモールに行ったり、映画に行ったり、友達と遊んだりする人もいます。 私は数年前、ゴールデンウィークが4日間あった時は、4日間すべて同じアイドルのコンサートに行きました。しかも同じ会場です。うちから電車で行ける距離だったので、4日間通いました。ゴールデンウィークには、いろいろな場所でイベントをしています。5月5日は子供の日ですから、 子供に関係するイベントが多いです。子供が体験できるイベントや子供が楽しめるショーなどが多いと思います。イベントがあれば長い休みでも子供たちは飽きずに遊べるし、旅行に行かなくても楽しめますね。私は今年、三重県にある伊勢島というところに行きます。 新婚旅行を兼ねていきます。兼ねるというのは一つのものが二つ以上の働きをすることです。例えば私はゴールデンウィークの長い休暇、休みを使って伊勢島に旅行します。でも新婚旅行をする時間がないのでゴールデンウィークに行く旅行と 新婚旅行を一緒にして行く。ゴールデンウィークの旅行をというものが一つ。新婚旅行が一つ。この二つを一つのことにして行う。これが兼ねると言います。新婚旅行を兼ねて、伊勢島に旅行します。本当は海外に行きたかったんですが、円安だし、 あまり時間がないから国内にしました。新婚旅行を兼ねていくので普段はあまり行けないようなところに行こうと思って伊勢島に行くことにしました。東京からだと新幹線に乗って名古屋まで行きます。名古屋で特急電車に乗り換えて伊勢島まで行きます。東京から伊勢島まで 5時間かかります。長いですよね。東京から大阪までは日帰りでも行けますが、片道5時間の伊勢島には日帰りでは行けません。大阪の方が距離的には離れているんですけどね。大阪は新幹線が通っているので、東京から2時間半、3時間ぐらいで行けますから、頑張れば、 日帰りで行けます。日帰りというのは、その日に行って、その日のうちに帰ることです。行く時間はいつでもいいですが、夜中12時前にはうちに帰ることを日帰りと言います。止まらないことですね。片道というのは、行くだけの道です。行くだけで5時間。 って帰ってくる。これを往復と言います。片道5時間なら往復だと10時間です。往復10時間の距離を日帰りで行くのは無理ですよね。行って帰る。この往復だけで1日が終わってしまいます。私たちは伊勢島に2泊3日で行くことにしました。 今回ゴールデンウィーク後半は4連休ですが4日目の5月6日は家でゆっくりしたり親戚のうちにお土産を届けに行ったりしようと思っています今年は円安がひどいので海外旅行に行く人が減っているそうです国内も物価が上がっているので国内旅行をする人も 例年に比べると減っているかもしれません。例年というのはいつもの年という意味です。今年はいつもの年よりも海外旅行や国内旅行をする人が減っていると思います。ゴールデンウィークは例年より暑くなりそうです。晴れるといいなと思っています。 今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。